2回戦最後の試合となった臼杵と湯布の第3試合、ともに夏の初戦です。臼杵は1回チャンスの場面で3番田中の犠牲フライで先制します。3回にも臼杵はランナー1塁3塁のチャンス、これスクイズやってきた。サード1塁に送る、スクイズ成功です。さらに田中もタイムリーで続き2点を追加します。湯布もランナーは出しますが、臼杵の堅い守備に阻まれ得点につなげられません。その後も要所要所で得点した臼杵が8回コールドで勝利し、これでベスト16が出揃いました。